て。あ、はい。じゃあ一発ベルケッツに走れば。
はい、一分経ちました。心を一分22番、心を23番、21番、投票をお願いします。赤色のメス組の得点者の公表いたします。3等ということで、賛成だと非常に感じさせました。コロナ禍での一席となりました22番といいます。ご覧の通り、メスキン都市の最高性、狂いのない、骨格でございます。去年は若干その耳の保持、耳が開きすぎたなというふうに感じていただきましたけども、今日はこの3等の中に状態が良かったということでこの選手になったわけでございます。少し気になるのは紐の位置のスイッチをシフト、もう少し赤みが出てくれればというふうに感じていただきました。これも決まりの状態によっていろいろ多少の変化があるだろうかというふうに感じます。さらに席となりました23番、21番の犬でございます。23番の犬としましてやはりその天使のつなぎの角度もございますし、金光こっちのところのつなぎのところがちょっと異常だなというふうに感じていただきました。やはり本読みによって前足の手で位置がちょっと幅がないということでございます。何か過去に何かあったのかなというふうに言わせていただきました。でありますから、この追加で見ていただきたいと思います。から21番のブラックタンでございます。この色もブラックタンの選手は分かるんだけど、もう少し上のところの白いところでございますけども、そこに茶色がもう少しでも加わっていくと、まだまだこの色の色の良さが出てきます。そしてハヨリの色の多くの高さが若干見受けられました。これもやはり運動会に成立した感が改善されたらと思いますけども、そのことを念頭に踏まえて今後処理していただきたいと思います。ご苦労様でございました。